皆さんこんにちは。法徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学1日5問問題練習の29日目です。では問題を見ていきます。括弧1、次の計算をしましょう。丸1、マイナス25足すプラス16、負の数と正の数の足し算。答えには絶対値の大きい方の符号がつきました。絶対値が大きいのはマイナス25ですから、負のマイナスの符号をつけて数字の部分、絶対値の部分引き算でしたね。25-16、これは9ですから、答えはマイナス9、こうなりました。丸2番、マイナス 2.7-3.4、 このような場合、引き算を足し算に一度直しましたね。マイナス 2.7、 こう足し算にすると後ろのここの部分の符号が変わってプラス 3.4 になりますね。答えには絶対値の大きい方の符号がつきました。プラス 3.4 の方が絶対値が大きいので、プラスの符号をつけて数字の部分引き算します。 3.4-2.7 は 0.7 ですから、プラス 0.7、 これが答えになります。丸3番、マイナス6足すマイナス3足すマイナス8、これ同符号同士の3つの数の足し算ですね。共通している符号が前についてマイナスですね。そして絶対値の部分足し算します。6足す3、9ですね。9足す8、17ですから、マイナス17が、丸3の答えです。括弧2番、次の計算をしましょう。丸1、マイナス9-6足す2ですね。これ括弧がついていない、式ですね。この時マイナス9は負の数、-6のここの部分はマイナス6という負の数、足す2の2の部分は正の数と考えましたね。ですからまず負の部分、マイナス9-6の部分を計算するとマイナス15ですね。で、後ろに足す2となります。負の数と正の数大きさを比べると、負の数マイナス15の方が絶対値が大きいので、負の符号をつけてマイナス、数字の部分を引き算します。15-2=13ですから、答えはマイナス13になります。丸2番、4-8+3ですね。4は正の数、-8の部分、これマイナス8という負の数ですね。足す3、3は正の数になります。ではまず正の数を前に持ってきて、4+3-8というふうに順番を変えましょう。そしたら4+3は7なので、7-8になりますね。正の数と負の数、負の数の方が絶対値が大きいので、答えには負の符号がついて数字の部分は引き算、8-7は1ですから、マイナス1が答えです。括弧3番、次の計算をしましょう。丸1、プラス3分の2かける7かけるマイナス10分の3、こういう式ですね。ここの7の部分、正の数ですね。7は何もついていなかったら、これは正の数です。このようにいくつかの数の掛け算の場合、その中に負の数が偶数語あったら、それ答えが正の数になりました。負の数が奇数個あったら、答えは負の数になりましたね。ここでは負の数は1つしかありません。1つしかないってことは奇数個なので、答えは負の数になるということですね。そして数字の部分を掛け算します。3分の2かける約分があるので、分数の部分前に持ってきます。かける7、このようにしますね。と約分をすると、1で5ですね。ですから答えはマイナス5分の7、このようになります。括弧4番、次の式を類乗の形で表しましょう。丸1番、3×3、類乗の形というのは
その数をいくつかけてあるかを指数を使って表す、そういう形でしたね。3が2回かけてあるので3を書いて右上に小さく2、こう書いて3の2乗、これを読みました。これを累乗の形と言います。丸2番です。マイナス5分の4かけるマイナス5分の4かけるマイナス5分の4ですね。ここではマイナス5分の4を1回2回3回かけてあるのでマイナス5分の4で括弧して3回ですから3乗ね。マイナス5分の4括弧の3乗とこのように表します。括弧5番次の計算をしましょう。丸1括弧マイナス2括弧の2乗です。これ4番の逆ですよね。マイナス2括弧の2乗というのはこのマイナス2を2回かけてあるという意味でした。ですからこれはマイナス2かけるマイナス2とこういう計算をしなさいということです。負の数を2回かけてあるので答えは正の数になってプラス4ですけど、ここではプラスの符号を省いて4、ね、このように書いておきます。もちろん4は正の数ですからプラス4と書いても正解になります。丸2番マイナス3の2乗とちょっと1番と丸1と似ているんですけれど、これ括弧の中に入っていないんですよね。括弧の中に入っていない時にはこの3だけを2回かけなさいという意味です。ですからマイナスを書いて 3×3 この計算をしなさいという意味になります。 3×3 は9ですからマイナス9がこの式の答えになります。ちょっと、ここでもう一つ覚えておいてほしいのが、括弧の中でマイナス3があって内側で2乗、ね、この外側じゃなくて内側括弧の中で2乗としてあるときにはこれはこれと同じなんですよね。つまりちょっと書き直すと括弧の中でマイナス 3×3 と3だけを2回かけている、こういう計算をしなさいという意味になりますので、合わせてここで覚えておいてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。